俺の区間は AWM。はい、どうも、もすこりです。今回はですね、コア行動運営が、Twitter の方でですね、新マップについての動画っていうのを出されておりましたので、そちらについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まずこちらの画像ですね。はい。こんな感じで、スタンドの方が立たれますよっていう風に出てますね。画像の方も出てましたけれど、あのスタンドってのは、やっぱり例えばチームメイトをリスポーンさせたりとか、武器の購入ができたりとか、ゲーム内で集めた通貨を、活用して何やかんやできるっていう風に、その試合の中で集めた通貨を活用して何やかんやできるみたいなですね。そんな感じのマップになるようですね。新マップ、違う目線でね、できるっていう風にするのであれば、悪くはないのかなっていう風に思いますね。ギミックあるっていうのはね、挑戦するってのはいいことであると思うんで、結構ツイッターで言われたのは、APEX のパクリだろっていう風にですね、言われてる方結構いるんですけれど、被せてますよね、完全に。前に銀杏さんと話した時もですね、すごいAPEX モバイルっていうのを、部署の方は非常に危険視しているっていうですね、そんな感じの話もされていましたし、かなり意識したですね、マップになったのかなっていう風には思いますね。前に Q マップのテストサーバーで、ジップラインっていうのも実装されることっていうのがありました。結局 Q マップのリニューアル、本実装の際には、ジップラインの方実装はされなかったんですけれど、また違う要素ってのを追加してきたんでしょうね。APEX の。別にね、復活機能とかが特別APEX のものっていうわけでもないんで、パクリかって言われたらパクリではないんですけど、被せてはいるんで、意識はしているんだろうなって感じですよね。で、次こちらですね。はい。こんな感じで、防護力を上げるっていう風に、書かれてまして、コア行動、キル速が早すぎることによってですね、例えば、時間差のですね、恩恵を受けやすくなったりとか、時間にねじ殺されたりとかするんですけれど、そこら辺をカバーするために、何らかの体力を増やすような、そんな感じの手ってのは打ってくるのかなと思いますね。最近団体の方とかでも、ダウン入った後しばらくですね、受けるダメージの方が減るとか、そんな感じのことはされてましたし、何らかの手は打ってくるのかなっていう。スタンドを使って普通に体力を増やすことができるだったりとか、あとは、そもそもその団体と同じく、ダウンした後の仕様ってのを追加してくるとか、何らかの手段を打ってくるっていうことは十分考えられるのかなっていうふうに思いますね。こういう部分の手こ入れはいいのかなと思いますね。モバイルのガンシューティングゲームでどうしても時間差が大きく発生してしまうってことは、逃れられないっていうふうには僕ずっと思っていて、時間差があるんだったらキル速を下げるべきだと思ってるんですけれど、コア行動のキル速はバカじゃないですか。それがあることによってかつては81がね、ぶち壊れになったりとか、ことがもうキル速が早すぎて壊れになったりとか、したわけなんですよね。最近81がまたやばいらしいですけれど、そんな感じだったので、そこに対して手こ入れすることは悪くないのかなっていう、こういうね、新しいマップを使っていって、うまくテストしていくってことは、悪いことではないのかなっていうふうには思いますね。ただ、キル速の速さっていうのが、ある意味ゲームの分かりやすさっていう部分にも繋がっているとは思うんで、なかなか調節は難しいのかなっていうふうに思います。で、次こちらですね。早いテンポのマップになるっていうふうに書かれてますね。ね、中国の開発者の方が出されていた、画像でもそうだったんですけれども、マップサイズ自体が、小さめにはどうしてもなるんで、おのずと早いテンポのマップになるのかなっていうふうに思いますね。小さなマップにすることによって、既存のマップとの差別化っていうのをしていくっていう、長いスパンで戦うマップっていうのは、もうすでに嵐とか激戦とかあるわけで、早いテンポで戦えるマップで、なんか流行らせたいなっていうのはあるんでしょうね。はい。どっちかっていうと、短いプレイ時間の中で遊ぶプレイヤーっていうのがすごい増えてきているのがコア行動ですね。瞑想とか団体とか。そんな感じですので、そこに合わせた通常ってのを実装したいと。なんか一つ当てることができれば、短い時間で遊んでいるプレイヤーもうまくコア行動により深く引き込むことができるっていう。短い時間で遊んでいった結果、ランクも上がっていって、荒野王者とかマスターになって、そのままピーク戦の方でも遊ぶようになるみたいな。そういう流れってのを作りたいのかなっていう思惑っていうのはあるのかなっていうふうに、思いますね。以上が今回出ました。動画の方で新しく分かった要素ですね。最後に、この今回出られていた俳優の方ね、銀杏さんこれ、意識してますよね、これね。銀杏リスペクトの、そんな感じの動画だったんですかね、やっぱ。